はい、ハイカイロジー登場です。久々に顔出しました。陽気で顔が腫れてますから、許しください。ただいま和食風武者の前で立ってます。今日はここからバイクに乗ってじゃらんじゃらんします。歩いても行ける距離なんですが、ちょっと手抜きというのか、雨が降るかもしれませんので、ちゃっちゃと終わるかなということで、今胸につけたこれはアクションカメラで撮っていきます。はい、楽しみにしてくださいね。もう雨季に入ったと思うんですが、まだ雨が降り続いていません。天気予報では今日の夜半から雨でしょうという予報だったらしいです。確かに雲は、空は曇ってます。これ降り出すと結構大変な日々が続きますので、晴れてるうちに今日のじゃらんじゃらんとしました。これ二九人の橋を越えて新がかれた方面に進んでます。この道を左に入った村、なかなか情緒あります。一度友達と散歩したことがあります。この左入って大きなグリーンギンの木のある場所があります。これまっすぐ行くと筆渡農通りに突き当たるんですね。角にガソリンスタンドがあって、右側に角にはココマートがあります。先日まで道路陥没で通行止めになってましたが、もう今は治っているようです。この道を右に行くとベネサダン方面なんですが、今日はこれを左に曲がるコースに行きます。はい、これ皆さん初めてだと思いますね。私もまだ2度、今日で3度目ぐらいかなという感じです。何があるかなという感じで入ったことがあって、こうやっておじさんたちが座っています。結構この先何があるかなという道が好きで入ってくるんですが、突き当たりになったり、急な坂道、下り坂になったり上り坂になったりで危ないので、最近はあまりこういう冒険はしています。ちょっとね、田んぼビューが残ってます。初めてからほんの数分でこういうビューがあります。最近この程度の広さの道でもちょっと怖いという感覚になってきています。76歳、ちょっとバイクの乗りビビるようになってきました。ここね、鹿児島から歩いて今日のコースぐるっと回ってもそんなに時間、1時間くらいかな、ゆっくり歩いて2時間もあればできると思います。誰か歩く人がいれば一緒に歩きたいと思います。この道ちょっと太くなってますね。この左に
帰りはこの左の道へ行きます。後で説明します。向こうからは車入れるようで、この道もまだ車用の道になってます。ということはビラがあったりするということですよね。この辺りまでツーリストは侵入してきます。ビラも建築中です。ここまでかな、車が来れるのは。ここから再びバイク道です。この右側は田んぼじゃなくて放置状態になってますが、ゆくゆく何かが立つんでしょうか、それとも急行でなんでしょうかね。はい、こういう道が続いてます。行けるとこまで行ってみましょうと、ね、結構ここは景色いいでしょ。建物は建ってきてますが、電線もないし、なかなかです。はい、ベベベベベベです。ね、いい感じの緑です。どうやらここが土当たりのようですね。うん、バイクだと近すぎちゃうから、やっぱり歩いたのがいいかもね。ここで突き当たりです。こんな感じのビューです。はい、綺麗なビューでございます。まだ3時前なんですが、曇っててこういう感じですね。はい、今日はこのビューを見ながら縄跳びしちゃおうかなと。何週間ぶりですが、飛べたら5喝采。一発勝負、飛べなくても終わります。
ダメだよこれは。はい、ということで戻り道です。唾液が切れてます。この景色を脳裏に収めて戻ります。まあ海戸からほんの少し離れるだけでまだこういう景色が残っています。海戸滞在の最近も少し足を伸ばしてくれる、はいはい、嬉しいですね。ここも年々ビラが立ってくるでしょう。楽しみでもあります。日々こういう古い景色を探して徘徊してます。1990年5月に長期滞在、初めて33年になります。ウードの現在の風景を見て、私はここに滞在したいと思ったんだろうかと疑問に思います。きっと滞在はしなかったと思います。名古屋にいるとき、商店建築、店舗のデザインをしてた。今、過去、自分が携わったデザインが今、ということで、もてはやされています。見たくない建物を見せられているような気がして、ちょっと、固まれない気分になりつつあります。それでも隙間を見つけて海戸らしさを探そうと努力しています。はい、この村に出てきました。この左のコーヒー屋、欲しいコーヒー屋たまに行きますと。この右側にあるのが市場がありまして、ウブドの市場建築中の時、ここをバスの終着地にして、ここからウブドに観光客をキスコ輸送しようかというプランがあったんですが、ボツになりましたね。ここの市場の駐車場が機能していれば渋滞も
緩和されてたと思いますが、まあ行政にやることですし、村人の気持ちもあるんでしょうね。なかなか思い通りにいきませんということです。観光地優先の、観光客優先の街ではなくて村人優先の街であっていいと思うんです。村が村らしく残る行政であってほしいと思っています。観光客の心得、そして観光客を迎える村人ホストの心得、今後勉強していく必要があると思っています。観光客も勉強してほしいですね。はい、そんなこんなで三国の橋を越えました。そろそろ影武者、影武者でお茶でも飲んで帰ります。